はい、じゃあよろしくお願いします。今回はきっかけ英単語第27弾をやっていきます。で、今回はこの10個やっていきますので、この状態でテストしたい方はぜひ動画止めてやってみてください。よし、じゃあ1番からいきましょう。で、まず1個目、これがウォーターです。まあウォーターですね。まあウォーターって日本語でも使いますけど、意味は水です。で、前ね、どっかの動画で話したんですけど、ウォーター、これですね、不可算名詞といって数えられない名詞です。複数形がありません。S がついたりしないやつね。で、数えられない名詞と覚えておいてください。で、次が、これも日本語で言うと、ドクターです。ドクター。だから、それでいくとね、意味ピンときやすくて、まあ、お医者さんですね、医者です。ただ、発音気をつけてください。これ、最初、だです。ダクターと言います。ダクターで、もう一個気をつけなきゃいけないのが、その人を表すときって ER で終わることが多いんですよね。そのプレイヤーとかティーチャーとかそうなんですけど、ただダクターは最後 OR です。これよく ER で間違えるときが出てくるので、ここ注意してください。で、次がわって行きたくなるんですけど、これ WO です。 WO で、 WO はこれで戦争です。意味がね、戦争。で、次が willing で、 willing だけでも一応書いちゃおうか。 willing で喜んでほにゃららするっていう意味を持ってるんですけど、もう willing で覚えるよりもこっちですね、 be willing to ほにゃらら。これ同じく喜んでほにゃららするです。ここ動詞のね、あと原型が来るんですけど、be willing to。 こっちでぜひ覚えちゃってください。これでよく使います、 willing は。で、次が especially ね、 especially ですね。で、ちょっと長いんですが、アクセントここです。 especially っていう発音で、これがちょっと変な書き方しますけど、特にっていう意味か、これ別が入って特別に、これ両方覚えといてください。特にとか特別にって言い方ですね。あと意味ですね。で、次がトールです。タールではなくてトールね。で、トールはこれで背が高いです。背が高いで、ちなみに、まあおまけですけど、その逆ですね、背が低いはショートと言います。トールとショート、まあよかったらぜひねセットで覚えちゃってください。で、次がエイジです。エイジ7番ね。で、エイジは基本的にこっちで使うことが多いイメージはあるんですけど、時代ですね。ただもう一個、まあこっちもねよく出てくるっちゃ来るんですけど、年齢です。時代とか年齢、まあぜひ両方覚えちゃってください。で、次がカスタマーです。カスタマー。で、カスタマーは、客、お客さんね。カスタマーでお客さんの客という意味になる。で、次がエブリウェアです。エブリウェア。で、これで、至るところにと。まあ、この文が where とか、まあ、fair っていうね、俺は fair って言ってしまうんですけど、everywhere でもいいし、everywhere でも、まあ、両方ね、書いてあることが多いんですが、意味は至るところにです。で、前の動画かな、その長いやつはパーツで分けて覚えることもできるよっていうのを話しましたけど、これさっき言ったように、ここ、どこって意味の where、まあ、もしくは fair ですね。に、every がくっついてるんですよね。every day の毎日のね、my みたいなやつの every です。その2個のね、単語を覚えておけば、それがくっついただけだよね、みたいな。まあ、意味は全然変わっちゃいますけど、至るところになんで。ですけど、まあ、これ自体を覚えるんだったら、パーツで分けてしまった方が覚えやすいかなと思います。で、最後が direction です。direction。これ、アクセントここね。例のところ。direction。で、これで、方向。まあ、方角とかもありますけど、ひとまず方向で覚えてもらえたらと思います。
よし、では今回はね、この10個やらせていただきました。よいしょ。で、また次回ね、いつも通り、ちょっとね、色の特集、まあ、前ね、曜日とか月やりましたけど、その色だけのやつ、まあ、グリーンとかね、ブルーとかそういうやつをやってくれませんかっていうのをいただいてたので、まあ、ちょっと近日中に、ちょっとね、板書作った後になりますけど、やってみようかなとは思っておりますので、まあ、次回はね、通常営業になりますけど、もしよかったら、そっちの方も見てみてください。よし、OK。はい、ということで、では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。